ワールドの青木しきです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと不思議な画角から本日はお送りしてるんですけれども、ゆんちゃん、はい、これからねもう出かける直前なんですが、今日はね1月も年明けてしばらく経ちまして、河村さんとね、あとりょうちゃんが北海道から帰ってきてるので、りょうちゃんと3人でポケモンセンターに行っていきたいと思います。イエーイ。年末にねポケモンのあの SV スカーレットバイオレットをようやくクリアしまして、でねまたポケモン熱がね再熱してて、先日ちょっとチリちゃんのリックをね作ったりしてたんですけど、ちょっとなんか一応できたらできたけど、ちょっと微妙っちゃ微妙、クオリティがね納得できてないので、もしかしたらウィッグは作り直すかもしれないんですが、まあそんな感じでねポケモン熱が再熱しているので、今日はポケモンセンターに行って推しポケモンのねグッズをね買い漁っていきたいと思います。しましたが、もうほぼ枯れてます。あ、ヤドン、ヤドン、待って、電子コンプしたわ今の。ダメだ、ヤドン、もういい加減出てもいいんちゃうか。あ、来た来たやった。いくら使ったかな、多分ね、5000円の最初から合わせたら、まあ、数えたら分かるな。そうですね、それこれ合わせいやー、エレメに会いましたけど、無事にあの保存用ヌメラ出ました。もう全部回したろからここまで。ヌメラがいました、かわいい、気づかなかった、めっちゃ可愛い。このヌメラのグッズ売ってほしいな。ですね、ね、可愛い。ビーフシチュー。うん、ビーフシチュー美味しそうだった。ね、16回、あ、すみません、17連、2410でしょ、16回引いてヌメラは2匹でした。あー、でもりょうちゃんの戦利品とりょうちゃんの推しです、モロさん。めっちゃ可愛いヌメラ、やばい、それめっちゃいいですね。ね、河村さんのスライムじゃないですけど、ここから、うん、ずっとこいつと旅をしよう。もう跡形なかった。グラタン、グラタンめっちゃうまかった。
い、というわけでポケセンから帰ってきました。すごい人だった。なんかめちゃくちゃ混んでてさ、しかも結構欠品してるとこも多くてさ、ぬいぐるみ系はね、SV が出たから新しいぬいぐるみが結構押されてて出てたのか、ヌメラのでっかいもちもちのやつとか欲しかったんだけどなくてさ、あとドラパルトとかも探したんだけどなかったっすね。ゾロアもねなくて、りょうちゃんがねお誕生日プレゼントでくれました。なんと買おうかすごいね、あのポケセンで悩んでたんだけど結局買わなかったんだけどさ、それをねなんとりょうちゃんがねプレゼントで買っててくれて、あらかじめだから、あの青木さんがそれを手に取ってたから買わないかドキドキしましたって言われたんだけど、まずりょうちゃんからの誕生日プレゼントでん、翡翠の色違いゾロア。これさ、僕さアルセウスやってた時にさ旅パにいたからさ、翡翠色地ゾロア、あの親分はさいなかったんだけど、親分色地ゾロアさすがにちょっと難易度高すぎてさ旅パには入れらんなかったんだけど、翡翠のちょっとゆうきゃん暴れん坊だね。翡翠のゾロアをいただきました。ありがとうりょうちゃん。だから今日ねゲットしたアイテムでは推しなんだけど唯一のゾロアですね。ほんででんこちらです。ちょっとねコンパクトめに見えるんだけど、こまごましたものをいっぱい買ってきたので結局ね7700円分ぐらい買ったポケセンでは。ほんでそれとは別にねガチャをしたんすよ。それがさあーこれ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 ガチャがさポケセンの外にあってさ、そこに僕がねずっと欲しかったね、あの1、2のポカンシリーズのさヌメラとかヌオとかコダックとかがあるんだけど、そのガチャがあってさ、あこれ絶対やろうと思ってヌメラ出るまでやろうと思って一応ヌメラねじゃんちゃんと取れて、しかもね2回目で地引きできたんだよこれヌメラ。だからあ2回で済んだと思ってさめちゃくちゃ喜んで開けてこうやってね写真撮ってたんだけど、やっぱオタクだからさ保存用が欲しくなるわけ。だからさ1匹だったらワンチャンさこうやって持ち歩いて写真とか撮ってて汚れたりもしてくるだろうしさ、なくしたりもしたら嫌だなと思って保存用でヌメラ欲しいって思ってチャレンジしたら、そこから沼ってさ1回ねやってたのよ。もう出るまでやろうと思ってさやってたんだけどさ、小銭がなくなったタイミングで両替に行ったらさ、あの両替に行った瞬間にね別のお客さんがね僕がやってた即その後に入ってて、そしたらそのお客さんでヌメラが一発で出ちゃってうわーってなってやっべーって、もう両替なんか行ってるからヌメラが他の人のとこに行っちゃったって思ってさ、その後クッソーって思いながらあのガチしてたんだけど、そこからマジ沼ってさ全然出てこなくて、保存用ヌメラゲットできたんだけど結局6400円分総額ガチャを回しましたね。コダックでしょ、コダックニャドウニャドウコダックニャドウ、あこれ保存用ヌメラじゃニョウでしょニョウでしょ、ゴンベ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 祭り。ほんでねポケセンで純粋に買ったものはまずこれなんかねダンデのねヌイも探したんだけどなくてさ、でもとりあえず推しのグッズがあったら買っちゃおうということで、こちらダンデのクリアファイルですね。なんかさここがね透明になっててさ、ここにこうやって挟んでなんか推しと一緒にいろいろできますよみたいな、いいね。でもなんかもったいないからこのままフレームっていうかこの透明のビニールつけたまんま保存しようかなって思ってます。あとヌイが買えなかったからこれ推しのさちっちゃいフィギュア、対象年齢4歳以上3歳だから僕とアウトかな。あとはねでっかいヌメラのもちもちのぬいぐるみがなかったんだけど、このヌメラのねマスコットキーチェーンみたいなのがあってさ、たださ結構これは数あったんだけど全員このヌメラ全員なんかこうやって縦長なんだよね、なんでだろう、すごい痩せ細ったヌメラかわいそう、ちゃんとご飯を与えたい。それからねあそうこれじゃん、これモンボの中になんかリンゴアップル味のキャンディーが入ってるやつで、これはねコスプレ用に買いたいなって思ったのよ。チリちゃんのコスプレ今ウィッグさ作っててさ、チリちゃんのコスプレはさする予定だから小道具でモンボ欲しいなと思って買いました。ヌメラをさ普段写真撮影で持ち歩くときにさ、このヌメラ触覚がさ折れないかなって心配だから、普段このモンボにヌメラを入れてね持ち歩こうかなって思ってます。かわいい。今度次はこれじゃん、また買っちゃったヌメラの靴下。前もねヌメラの靴下このデザインじゃないやつ持ってたんだけど3足ぐらい、新しいヌメラちゃん買いました。でさなんかねもっと可愛いモコモコのねヌメラのすっごいモコモコのめちゃくちゃ可愛いねソックスあったんだけどね、キッズサイズしかなくてさ、さすがに僕キッズサイズは足に入んないからさ、めっちゃ入らないけど欲しいなって思ったんだけど、あのモコモコのね大人用のソックスが出たら買いたいと思います。もう残り少ないっすよ。次はあこれ、いやヌメラとヌメイルとヌメルゴンのなんていうのかなチャーム
ムだね。これもさ、推しポケ全種類欲しいなって思ったんだけど、ゾロアもないし、そもそも存在してんのか分かんないんだけど、ゾロアはなかったし、ドラパルトも探したんだけどなかった。このシリーズのね、ゾロアとかドラパルトあるのか知ってる人いたら教えてください。あとこれじゃん、ヌメラのスマホリング。僕前のスマホではね、なんかドラえもんのスマホリング、すっごい初期の、すっごいなんていうのかな、太っちょのね、ほんと初期の絵のドラえもんのね、スマホリング使ってて、スマホリングすげえ便利だったんですよ。で、今のね、スマホが、プラダのさ、スマホケース使ってるから、スマホリングは使えないんだけど、普通にスマホリング便利だし、ヌメラが可愛くて買っちゃいました。いつか使います。ほんで、あとはラストですね。これがね、なんやかんや僕一番ちょっと、ぬいぐるみを除けば一番欲しかったものなんだけど、じゃん、ヌメラの前髪クリップです。いや、これめっちゃ可愛いでしょ。最初さ、探してたところにさ、なくて、売り切れてんのかなと思って、なんか、空いてるところがすげえあったから、もしかしてヌメラの前髪クリップ売り切れてんのって思ったんだけど、ちゃんとあった。2個買いました。保存用とね。前髪クリップはさ、僕、これ前髪クソ長い人だからめっちゃ便利なんだけどさ、今残念なことに、こっちの方向でしか止めれない。こっちからさ、こう止めようと思うとさ、ヌメラが逆さまになるね。これ反対バージョンヌメラクリップあったのかな。ヌメラを正しい位置につけようと思ったらこうなります。ポケセンでね、買ったのは以上ですね。あとはね、皆さんから年賀状が届いておりまして、ありがとうございます。受け取りました、ありがとう。周りにさ、結構キッズがさ、本当にガチャガチャ、いろんな種類のガチャがいっぱいあってさ、キッズがいっぱいいたからさ、欲しがってるキッズいたら普通に配れるんだけど、このゴンベとかさ、ヤドンとかいっぱいあったから全然配ろうかなって思ったんだけどさ、こんないかつい人にさ、なんか欲しいのあるって急にちびっこに声かけたらさ、ちょっと事案かなと思って、通報案件かなと思ってやめました、声かけんの。ほんでね、ポケセンに行った後にりょうちゃんと川村さんとバイバイしてから、一人でね、伊勢丹に行って誕生日プレゼントを買いました。取り寄せしてたんですよね、実は前々から。じゃん、なんでしょう、これスーパーの買い物袋じゃないですよ、ちゃんとしたこれショッパーなんです。まあ、知ってる方はね、多分これ見た瞬間どこのブランドだってすぐ分かるかもしれないですけど、じゃあお披露目したいと思います、誕生日プレゼント。でん、これはね、めちゃくちゃ可愛いよ。じゃーん、見てください、マルジェラの、メゾンマルジェラのハラコのカバン、 5AC だっけのシリーズのカバンです。やばない、この綺麗なハラコちゃん、すごいツヤツヤだよ。これね、本当はもともと仲良しの声優のね、ゆうりさんと一緒に伊勢丹にね、お買い物に行った時に見つけたんすよ、このハラコちゃん。で、その時はこれシーズナルでいつもあるやつじゃなくて、この形 5AC のカバンの形自体はね、定番だから皆さんよく見たことあるかもしれないですけど、このハラコちゃんはシーズナル限定だから数が少ないんすよ。で、今しか売ってなくて、しかも、あー、ユンチ危ない。何がすごいって、このハラコちゃん日本で全部で10点しか買い付けしてないんですって。だから海外で買いに行ったら多分まだ結構売ってんのかもしれないけど、日本には10点しか存在してなくて、しかも関東にはその時、僕が行った時は3個しかね、なかったんだって。大阪の方から取り寄せてもらって買いました。だから取り寄せして届いたのが昨日とかで、今日を迎えに行った感じですね。最初にゆうりさんがこれを見つけて、ゆうりさんがもうこれにまず一目惚れして、うわーっつってなって、僕は最初マルジェラでは全然別のね、バケットバッグみたいなやつを目当てで見に行ったんですよ。そしたらこれが店にポンって置いてあって、ゆうりさんがうわーハラコだーっつって見に行って、それ見たら、うわ、僕もめっちゃ可愛いやんってなって、レオパード柄すげー好きなんですよ、もともと。そんでいいないいなってなって、もう結果そのもともと目当てに見に行ったマルジェラのカバンをもうそっちのけでこれに夢中になってしまい、で、もともとね、やっぱゆうりさんが一目惚れしてたから、在庫がもう残りその伊勢丹に1個しかなくて、ゆうりさんがそれを買ったので、僕は取り寄せてもらって、おそろっちになってしまいました。ゆうりさん、すいません、お揃いにしてしまって。めちゃくちゃ可愛い、これ。しかも何がいいってさ、この金具が金なのが結構好きなんだよね。シルバー金具よりも最近ちょっと金のね、金具にハマってるので、金の金具のカバンっていうのがめっちゃいいっすね。このなんかね、僕全然知らないんだけど、このハラコっていう素材もすごい貴重らしくて、めっちゃ大事に使いたいと思います。基本はまあ秋冬向けの素材デザインのカバンなんだろうけど、まあ、違和感なければ全然一年中使っていきたいなって感じですね。1月が誕生日なので、これがね、今年の僕の誕生日プレゼントになります。嬉しい。
はい、ということで以上が本日の収穫物でした。いや、ポケゼンもねめっちゃ楽しかったんだけど、ちょっと欲しいものがね結構売り切れてたりとかして買えなかったから、まあそれはまたねあのオンラインで買っていこうかなと思ってます。素晴らしく充実した一日の Vlog と紹介でした。これをね糧にまた今年も1年頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Bye.